カズくん、おはあさあさ、おはよう、星投げありがとう。けん、けんかな、けん、おはーです、おはよう、ありがとう、星投げありがとう。むせた。おお、あ、ゆへ、おはこんばんちは。全部だ、すげえ、全部だ。少しだけってことは3時間ぐらい、やば。15分ぐらいか。あ、結婚しようぜ、結婚。やばい、準備しながらしなきゃ。あ、昇竜や、おはー、ちょっと待ってねえ、あまちゃん、ほら、あー、ありがとう、流れ星。すずさんかな、はじめまして、ありがとう、星のゲームありがとう。15分、うん、3時間ね。何、まだ家にいないの？バイト終わりって感じ？あ、わなびん、やっほに、あ、さすがにもう言えるか。お疲れ、お疲れ、お疲れ。ショーエッセン使ってナポリタン作ったら作りすぎた。うわ、ちょっとさ、それおすすわけ案件じゃないの？いいな、ショーエッセン知ってる？クレマグのエアちゃんのネタなんだけど、シャウエッセンっていうの、クレマグ好きなんだよな、めっちゃ。またバイト5時までだったのに、5時に来る人は普通に寝ちゃう状態で来てさ、1時間残業したよね。え、すごい、えら。ちょっと水出します。えら、残業してあげたんだ。最近インフル流行ってるもんね。夏インフルでしょ。38都道府県で流行ってるらしいよ。おはようって言ってるけど、あ、まだ寝てないんだ。パンチは一度いてる、あ、かなり量多いんだ、やば。え、でもめっちゃ気になる、マジ。ちょっと行ってみよう。
ふみかが結構大食いなんだよな。大食いの人と一緒に行ってみっか。たださえ8杯立ち眠すぎてちょっと抜け出してみてたのに。え、でもめっちゃわかるよ。あ、でも仮に高校の時カラオケだったんだよな。そう、夜勤とかじゃなかったから。あ、でも、ね、夜勤ももう忙しすぎて忙しすぎて眠いとかなかったな。夜勤明けで今日休み。あ、そうなんだ、お疲れ。ハニスパじゃないけどチケット今日販売の。おお、それ寝れないやつだね。寝落ち気をつけてね。店舗によってメニューたくさんあるから。秋葉原店、あ、秋葉が一番いいの。ポンチョね、ポンチョ。俺夜勤マジ暇だよ平日。あ、そうなんだ。かりんのところ、かりんの夜勤忙しかったの。そう、パン屋だったんだけどさ、めっちゃ忙しかった。てか、なんかどこだ、何店舗だあれ、5店舗ぐらいのパンを、そう、かりんのお店が、かりんが何バイトしてたお店が作ってて、そうだからもう分刻みみたいな。分刻みだったな。マジやることなくて掃除してる、偉すぎ。そうなんだ。そう、パン屋だった、食パンだったの。食パン専門店みたいな感じで。あ、ベックスさん、おはー。それがもう、まあいい、私のマンマンがそう帰ったから、ナナちゃんかまってくれる人いなくて。こら、キッチンに登らないよ。キッチンに登り始めちゃったよ。時間制でライブ系サーバー止まってママ生誕祭帰るのか。え、そうだよね。何、チーポ系の、あ、チーポ系だって。やばい、マジいろいろ混じった。チーカワ、なんかチーカワ店みたいな感じで言ってたよね。びっくりしたんだけど、そんなことあんの。そう、ラジオ配信です。びっくりびっくりよ、ほんとに。全部もうライポケ自体が使えなかったんでしょ。すごいよね。だってチーポケ今マクドのさ、なんだっけ、ハッピーセットの付録が今ちいかわなんだけどさ、なんかかりんが見たお店人気すぎてもう在庫ありませんみたいな感じで書いちゃって、びっくりしたんだけど。
ちいかわ俺の店にももうない。マジすごいね、マジちいかわってでちいかわ結構長くない？ちいかわ流行り始めて結構もう、2年ぐらいも経ってるよね、絶対に。すごい人気だからファミマのコラボもあっという間になくなった。やばー、マジか、すごいね。土日で全部消えた、やべー、土日ってすごいね。あ、タイガーオーハースパイファミリーが人気ないみたいになってて、アーニャかわいそうって思ってるよ。確かに、今スパイファミリーもだよ。スパイファミリーもね、めっちゃ人気のはずなのにね、ちいかわの人気がすごすぎるよな。どれぐらいの人気なんだろう、ちいかわ。なんか比べれるもの、いやでも鬼滅、鬼滅よりもっとって感じ。いやでもだってサーバーがエラーするレベルだもんな。もっとか。ねえ、初日ハッピーセット5個買って普通にやめてくれるしやばい。あー、なるほどね、そうやってみんなまとめ買いすんのか。わあ、大人買いだな、大人買いだ。ゲーセンのぬいぐるみ必死に撮ってる子、全然撮れてない。かわいい、優しい。そうだ、マーリンうまいんだよね。あ、ひげそらの稲園、西園、誰か忘れたけど大丈夫。北園、北園忘れてるよ。あ、A ちゃんおはよう。いつもより遅い顔切れたわ。おはよう。そう、今日いつもの遅め。昨日久しぶりに大学の友達会ったんだよね。そう、あのあとやっぱ大学の友達だからさ、家も近いじゃん。サーバーがエラーというかメンテしないと使えないライブポケどうにかしろっていうのは。ああ、なるほどね。そっちか。てか松パイ行きたいんだよな。まつげパーマというものを私はしたいのですよ。やばい、コンタクト外れそう。危ねー。
メイク中にさ目見開きすぎてさコンタクトが眼球から落ちてきそうになる。ライブ側が対策何かしてればチケット買いたい人もいたかもね。確かに。そうだからマムさんの生誕あれだよ、日にちずらさなきゃいけなくなっちゃったよね。今もう順調に半まで生きてるっぽいからよかったけど。58分だ。そろそろ終わろうかな。準備が全然進んでねえ。メイク中にコンタクト外れるのすごいの、うん、外れるの分かる。すっぴんですコンタクト してないんかい。ラジオ配信の時ライブ中や本人が写ってる写真を使わないの。ああ使ってないね。なんかグループのさアカウントだからそういちいち変えるのがめんどくさくて、そうちょっとしかしないし。ライブ機繋がらないのよくあるから販売時間を朝とかにすればいい。あ、なるほどね。早起き勝ち組やんそれ。まっつんおはよう。よし、そろそろ終わろっかな。おはよう。本当ありがとう。あ、何これ。なんか変なやつだった。直し、おは。まあ、個人アカウント。え、そうなんだよね。ホーリング最初配信してないとはいえ。そうなんだよ。なんか昔使ってた個人アカウント復活できたら復活したいよなって感じ。なんかアバターも10個ぐらいあるからさ。どうなんだろう。ということでそろそろ配信終わりまちょかね。今日も33度熱中症気をつける。みんなも気をつけなね。じゃあありがとうねみんな。ちょっと遅めの朝配信だったけど、じゃあ今日も一日頑張りましょうかね。本当によし。じゃあみんなありがとう。バイバーイ。また明日。またねー。